第6レースは予選競争です。インコースから1番2番3番4番アウト5番6番です。6レーススタートました。3コースが0台スタートは3号手の岡村出ていく。3号手岡村まくる。2号手1号手去ってせる。こうなるとズボッと4号手の菅、6号手の福来で切り込んでくる。5号手の村松向こう上面です。点火ついた先頭4号手の菅文也、2番手の末5号手6号手3号手僅差で続く。その後方を仕切りました。1号手の佐竹と2号手の末永、一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界4号手の菅、2番手5号手6号手が競り合った。作ってくる3号手の岡村ホームに帰る。なんとかしのいでます。先頭は4号手の菅、2番手が追走するインコース3号手は奥村で、アドコース6号手の福来で、レースは2周目とついました。リードは8手し4号ですが後方から来た。6号手3号手が競り合う。この間になんとか振り切りたい4号ですが、追いつける3号手の奥村、握った6号手の福来バックへと入る。トップの際どうだ、4号手の後方で絞られた。インコース4号手の菅、アドコース車体圏に入れた6号手の福来、その後方も気がつけば5号手3号手のアップ状態へ。その後方をちぎりました。2号手の普通なが最高峰1号艇佐竹、レースは2周目からホーム着戦コース。2番手からズバッと6号艇の福来入りません。先頭4号艇の菅、2番手6号艇の福来で、3番手5号艇の村松が逆転。上段級は465、まくりではなかったんですけれども、はい、勝利を飾りました。そうですね、決まりではもう岡村さんですね。スタートしてどうでした？ちょっとあんまり今節伸びがつかなくて、はい、苦戦しそうです。決まり手は岡村さんということは、船足を評価運のはちょっと度外視。そうですね、何かしないとこのままじゃ全然、楽しんで もらえんかなっていう感じですね。そうですか、はい。各選手からいろんな声が出てますけども、はい、伸びの専門家もたくさんいますのでって。そうですね、今節も面白いですね。いろんな情報も聞けて、あなたのこと言ってますみんな。あ、僕ですか、はい、ありがとうございます。最終日までには自力でまくれるステッティングまで持っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。はい。